レグレットですね。これもとても綺麗な練習曲だと思います。例によって音の数が少ない、部分があるんですけれども、アルペジオの形になっているところ、すなわち音が音階的に順番に並んでいるのではなくて飛んでいる場合には、極力私は前の音を残して、混ぜようとした方が響きがきれいになる、そう考えています。最初から少し弾いてみますと、これハイポジションを使うのが特徴ですね。この曲でハイポジションを使って、開放弦との間に音を混ぜられる場合には混ぜた方がいい。例えば最初の部分、移動していきますけれども、前の音が消えないように、丁寧に弾きます。ここも同じ、前の音を残します。ここからはカンパネラっぽい、カンパネラ奏法っぽい和音を綺麗にっていうのが一番上にありまして、下の和音が変化していますね。和音が変化しているにもかかわらず一弦の開放弦が鳴り続けている、こういうのをカンパネラと呼びますけども、その感じがありますね。ここも同じですね。ここは見ていただいて、最初から弾いていきます
今日はこれくらいにしておきます。